ラジオネームが小雪だるまさん。小雪だるまさん。はい、私は関東住まいです。はい。いつもポッドキャストで通学時間などに楽しく聞かせていただいております。通学ということは。学生さんだ。そうですよね。ありがとうございます。私の小さい頃の不思議なお話を聞いていただきたく投稿しました。うん、はい。保育園の年中か年長くらいの年の頃に体験したお話です。うん、その日は雨が強く降っていて、うん、窓や屋根に雨が当たる音が大きかったのを覚えております。うん、夜 私は母にお休みを言ってから一人でベッドに入り、うん、母がパソコンのキーボードを叩く音を聞いてましたしかしだんだん雨の音が怖くなってきたので毛布を頭からかぶって眠ろうとしました何だか寝つけず毛布の中で寝返りを何度か打っていました右側を上にしていた時に急に私の腰のあたりに人が座ったような気がしてほぼ同時に ふくらはぎをこの辺りを、えー、手のひら全体でギューッとつかまれたように感じましたはっきりと下の手の形を感じて私は母が来たんだなと思いましたうん、うん、しかしなんだか声をかけてはいけない気がして、うん、声を殺してされるがままにしておりました、うん、30秒ほどじっとしているとあることに気づいたんです、うん 雨音に混じって、キーボードを叩く音が聞こえました。そう,う、ね、ん。その頃は、二部屋しかないアパートで住んでいて、うん、唯一の扉も開けていましたし、もともと、そばにいるのは母だと思っていたのだから、うん、聞き間違いでもないと思います。私は怖くて母を呼ぼうとした瞬間、ふっと気配も握られている感覚もなくなりました。うんうん すぐに母を呼びまた母は私が甘えてるのかと思ったのか隣の部屋から「どうしたのこゆきちゃんも寝なさい」と言いながらやってきましたうん、うん、母に今あったことを言う前に一応の確認で今さっきここにいたかと尋ねました、うん、幼かったのでね、えー、大人ならとってもあの素早くね移動できるかもしれないと思ったんですとしかし母はずっと隣の部屋にいたとのこと 今あったことを話すと気のせいだと言われてしまいもやもやしたまま今に至りますもうずいぶん前のことなんで本当は記憶違いかもしれないけれども今となっては少し自信がありませんが、うん、あの手の、えー、形とか力加減は今でもはっきりと思い出せます<ー>ということですね感触があったんだから、うん、あの本当だって だという経験だとあの思っていただきたいですね。うん、あの、はい、そういう記憶を大事にしていただきたいと僕個人は思いますみたいな。私は絶対体験しましたというのと、うんうん、あの最初からこの方お上手。うん、あの母が隣の部屋にいてキーボードを叩いている音を聞いていたというところがミソなんですよ。うんうん、あの手を使って作業をやってる音が聞こえてきているにもかかわらず、うんうん、だから本当はね多分。 触られた瞬間に母ではないと思ったこの人がおそらくいたと思います文章的にこう書かれただけであのというのが雨音に混じって聞こえていておそらく心の中でお母さんはいつ寝るんだろうなとかうんお母さんのタイピングの音そのものが 安心できる音として、子守歌かのように、うっすらとまどろみかける材料になっていたと思います。だからこそ、触られた瞬間に、自分ではもちろんないわけですから、自分と母とは、ではない第三者の手だと、おそらく瞬間的に思って、ゾッとしたはずです。あの、子供だから、あの、触られるままになって、 怖くくてて動けなな声も出せかかったからで、うん、何これというふうに思った感手紙では省略されていますがおそらくそんな緊張感のある一瞬を体験されていたことが、はい、大人になって怖さが緩和されて、うん、説明されやすしやすく順番通りになっていますが雨音キーボードを触られたゾクッとした「これ何だ?」っていうのが一度に襲ってきているとおそらく推測で、うん であのー、でこれは何かというと別に何なんでしょうねとしか言いようがないんですよあの、えー、少なくとも文中が語っている点で言うと、はい、あのお母さんだと勘違いしているわけだから、うん、おそらく大人の大きさの手だったというのが 1,、はい、1> お母さんと勘違いした,したぐらいだったりしたのでおそらく手にぬくもりがあったというのがその <に>はい、で、えー「お母さんだ」というふうに断定しづらかったところも文章にはちらりと感じられるので多分触り方があのおかしかったということに気がついて別人だと気づいている触り方の感じ方が怖かった手の感触だけではなくて、うん、あつまりあの手が上のように上がっていくのか、うん、さすっていく さすするるかのようにするどっちも感触的に足を触ってる系ですが、うん、自分を気遣っている触りなのかそうではない触りなのかというのがおそらく気がつかれているはずです。うん、なので何をしたい手なんだろう少なくとも足が痛いとは言ってるわけではないので,で、ねうん、何をしたい手なんだろうかと思ったりだとか、うん、この手が上に上がってきませんようにと思っている点があのー。 気づかれているんではないかな、手が上がってこないようにみたいな、うんうん、でね。もう一つちょっと気になるのが、あの、この方。寝てる時にパジャマだったのかなと。小さい時だったらパジャマ。おそらくパジャマでしょいい、ね、パジャマなので、ねうん、あの、手の感触とまで言われ、おっしゃっているのであるならば。イメージ的に言って、これ、うん、あの、あの、素手が。 すわあを触っておられるというふうに受け取れます。うん。あの、パジャマのズボンをすり抜けて、うん、というふうに、あまり女の子ですから、あの、男の子みたいな、あの、パンツのような短い、うんうん、いわゆる短パンみたいなような、うんうね、あの、パジャマではおそらくない可能性があると思うんですっていうところだったりするので、うん、あの、うん、えー、くるぶしまであるパジャマを、 履いているにもかかわらず、あの手で触られたという感触だったとするならば、パジャマすり抜けたのかなという風に思う。うあの、そう。イメージさせるのはキーボードって素手で触ります。当たり前ですけどね。えー、素手で触ってる音だったりするのに手で触られてるという風うに思ってるから、素手で直に足が触られたのではないかなという風うにうん。つまりこれあの？ 私はパジャマのズボンを履いていたのに,にもかかわらず素手で触られていたのですという一個があるかないかで階度がぐっと増します階段的には、ね、実際のところどうだったんでしょうね,いいですねはい、うん、もう一枚いきましょう y k k a l さん松山さんそしていつもお美しい声の日月陽子さんこんばんはまたそんなオカルト話を <laughs> あ,あるわけないでしょうそんなことがえっ キ原ラさん、松山さん、そして、いつもお美しい声の日月陽子さん、こんばんは。こんばんは。ヘッドホンの調子がおかしいな、で、えポッドキャストで聞かせていただいております。ありがとうございます。ありがとうございます。私は福岡在住の26歳、二児の父、ラジオネーム、みかんでございます。みかんさん。みかんさん。さん。福岡なのに。うん。えっと、お恥ずかしながら、妻と先日、たわいもないことで喧嘩をし、子供と妻は実家へと帰ってしまいました。素晴らしい。そんな家には素晴らしい。 うん、生活感あふれるそあ。そういう意味ね。<laughs> うん、そんな家には私以外いない、そんな朝に起こった出来事です。うん、これすごいですよ。うん、ことが起こったのは3時間ほど前のこと。3時間、うん えー、朝7時くらいの出来事です、うん、あのみかんさんからしたらねみかさんが書いてる3時間前これ書く3時間前ですねつまりそうですねいつも私は仕事のため6時くらいに起きるのですが、はい、今日は仕事も休みということで2度寝をしていたのです、うん、そしたら玄関の開く音には気づかなかったのですが、うん、階段を上がってくる足音が聞こえてきました、うん、トン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 きっと妻が帰ってきたのだろう けれどまだどんな顔をしていいのか分からず、うん、布団をかぶって寝たふりを決め込もうと、私は布団に頭まで潜り込みました。うん、やがて私の寝室の扉が開き、うん、部屋へと入り、足音は私の布団の足元あたりで来ました。うん、なんだか変だと思いながらも、えー、そのままでいると、布団の上にズンッと誰かが乗ったような重さがかかり、うん なんだよ、ふざけんなよ、と声を上げようとしたにもかかわらず、うん、声が出ないのです。うん、これは金縛りなのではと思い手を動かそうとすると、うん、ちゃんと動きます。うん、そして布団から手を出し、うん、布団に乗っている何者かをどかそうとしました。うん、最初に手に触れたのは頭です。うん、髪の毛の感触があり、 それから顔に触れました。うん、そして人差し指と中指を柔らかな舌で舐められる感触があり、うん、あまりに気持ち悪く手を引こうとするのですが、うん、体が硬直して動けません。うん、硬直しちゃったのか、こ、うん、この時点で。うん、次第に口の中へと私の指は入り、うん、その気持ち悪さに私はどうすればいいのかなど、えー 考えるだとしてあのー、余裕さえなくなっていました、うん、それから指が、えー、口の中に入った時に40代後半ぐらいの低い男の人の声で私の名前を呼ばれたこともはっきりと覚えております、はいえー、どうにか体が動くようになり布団を跳ねのけ体を起こすとそこには誰もいませんでした、うん、そして私の部屋の扉は閉まっており、うん、代わりにクローゼットが全開になっていました うん、そのクローゼットの場所は私の布団のちょうど足元にあります、うん、ここまでなら悪い夢でも見ていたと思えるのですが、はい、先ほどなめられた指にはべっとりとよだれがついていたのです、うん、あまりの恐怖に私は急いで階段を降り風呂場でべっとりとついたよだれを石鹸で何度も何度も洗いました ないんですよねこう布団の上に乗っかられてこれをガッなんだお前はって頭を触って顔に移動して口の中に入っちゃったんだってもう舐められてでも気持ち悪くてそれを石鹸で何度も何度も洗いましたそれからやっと落ち着いた私は玄関の鍵が開いていないか調べたのですがえ玄関も開いておらずこれはこの世ならざる者の仕業なのではと思いえ木原さんがおっしゃっていたように柏手を打って家を回りました ほほんのの時間ほど前のお話です、うん、これといって原因などは見当たらないのですがこれは何だったのでしょうかとりでというおりそのギリギリまでこう夢を見て自分の声を誰がそういうふうにされてる夢夢を見てとかないんですかね夢とその狭間のその、うん、こう寝起きの、うん、ちょっとごっちゃになってるっっててような。起きて「あっ!」みたいな。うん、なるほどね。 まあ、とりあえず、嫁が無事帰ってきてくれることを願ってィ <laughs> <laughs>、えー、あのー、いいですかあの、この世ならざることではなく、この世のことが怖いわけですから、え怒った嫁と連れてかれた子どものことを考えると、どれほど怖い現状なのかというのをまず分かっていただきたいですね、リスナーの皆さんにも。一応ででですすねあの最後に書いいてああるんですが、はい、とりあえず今夜は怖のの妻 妻に謝りに行って、うん、妻の実家に止めさせていただこうかと思います、はい、というそれを書いてから、うん、あのまず体験があって、うん、書いて送って,送って、うん、で謝りに行ったんだ。 素晴らしい体験ですね。そ,<う> <laughs> それが正しい対象というもんです。うん、無事にだから、こう仲直りはできたで、ね。できたんでしょうね。はい、きっとね、謝りに言ってますから、ね。あのー、これ割と長めに書かれて、書かれていますけれども。うん、おそらく、あの、あの類推するところ、あの、何すんねん、バーンと触って。かーっていうので、すぐにさらに、あの。 ね頭の髪の毛から顔に一辺にあの、うん、手がいったんでしょう。うん、そうでなければ髪の毛にバンと触ると一辺、うん、離します人は、うん、ああ<ー>あの、えー、布団の上に乗られたという状況がわからないですから、うん、これ乗られたのではなくてあの形からすると倒れ込まれたというふうに解釈がしやすいです。うん、自分の足元にバタンああバタンと体を倒されたからあの手を。うん あのなかなかあの起こりがたい状況なんですけれども、うんあのー、布団に上から乗られて、はい、潜ってるとはいえ、はい、手を出して顔を触るというシチュエーションを想像してみてください。はい、布団をめくり上げきらないと、腕が出てきて、 あの相手が触りにくいんです何が言いたいかというと、うん、腕を出して相手の顔が触れるぐらいならその上に乗っている布団は跳ね上げられて寝ているこのみかんさんはその顔自体を頭の上かどうかわからないですけど目撃できる状況にあったはずです。ははははいはいはい、はい分かります、うん、三角形に腕ががめくれ上がりますから、はい あの腕を出す腕だけをそーっと出すっていうことよりもこの勢いからすると何すんねんバーンとやると触ろうと振り上げた腕そのものが布団をまくり上げてる可能性がこの腕がね極めて、うんうん、つまり跳ねのけると言えばいいですかか、はいはい、かります分かりまますす布団からそーっと手を出して触ってるわけではないだろうと思えるので、はい、あなた見てるのではないですかその髪の毛っていうのがまず1点として気になるところです、はい、もう一点、はいえー 髪の毛と思った手がそのまんま誰だと思ってさらに奥に突っ込んだら口の中に手を突っ込んでしまってペロリと舐められた。うんうん、よくその瞬間手を離さなかったですね。まあ普通、はぁってなりますよね。そう。はぁっと手を離すか、さらに布団をまくり上げるか、うん、起き上がるかとする行動をとる人間、考えて行動するのではなくて本能的にそうしないか。自分の家ですから。えー、旅館ならさぞ怖かったでしょうと思いますけど。えー あのー、よくそれをしなかったなと思うので、うん、さらに顔が、いや、状態が見えたはずだという状況の第二段階がここにやってきます。はい。触った段階で。あの、口の中に手突っ込んで、わっと抜かないのっていうのと、うん、抜かないのだったらば、えと思って体を起こしたり、布団をさらにまくり、まくり上げるという行動。これをね、なぜ二度も被せるかというと、舐められて抜かないという状況下の中で、うん 自分の名前を読んだ気がしたそうええー、口の中に指を突っ込まれて舌が舐められてるのに名前が呼べますあなるほどあのちょっとやってみましょうかみたいなはい マクヤンは関係語クソヤシオカシオあんた、ダンジに乗ってるとオカヤシンなんてよオカンはれなおかしいからそうですねあのー、これね声ということとしたというのがあのとても重要だったりするのは、うん、人間の声は声帯から出してるというふうに思いがちですけど、はい、そうではありません、うん、声というというか言語というか言葉というのはあの声帯が出してるわけではないんですよ、うん、あの その証拠と言っちゃなんですけども、犬や猫にだって生体あるんですけど、喋れないですよ。はい、そうです。喋れない、喋れないですよね。はい。じゃあ、オウムと旧館長はどうして喋れるの、うん、ね。オウムと旧館長が人間の言葉を喋る。お、おはようございます。おかじおかじいちゃんとおばあちゃんが、かわいい洗濯に行きました。おじいちゃんとおばあちゃんが、かわいい洗濯行く、うん、かみたいなことを書きたい。今、絶対お父さんよね。うん、目玉のおやじ。うん。これはね、あの、 オウムや、あの、赤線インコの舌が発達してるからです。あ、舌ね。うん。えー、空気を送り込んで舌の形の形、舌の形状を変えることによって人間の、うん、あの、言葉というのができるから、うん、犬や猫は喋れないのに、あの、オウムやインコは喋れるん、喋、うん、っているかのような音声に、 に、を出すことができるわけですね。はい、かように、舌というのと、あの、言葉というのは関係があるので、うん、え、舌を舐めてるという言い方、いや、舌によって自分の指が、指が舐め,舐められてるという状況下も言えますが、逆に言うと、自分の指を使って、相手が喋れないように舌を押さえつけてるかのように、制約を与えているとも言えます。舐め、はい、舐めてもらってるということ。うんうん、つまり、舐めてる間は言葉は喋れまい。 うん、あるいはくぐもった声に聞こえるでしょう少なくても声が聞こえましたならともかく、うん、名前がはっきり聞き取れるまあここで言うところのみ、うんはい、かんってはいカンちゃん指突っ込んでみかんって言ってみましょうウーハー、はい、そのとう,、ね、<の>うわハンドルネームが分かっていて、まあ、こんな名前ではないと思いますけれども、うん、自分の名前と判別する音声にはならない みかんと言って、うん、言ってと言って、みかんと言うはずだというふうにリスナーの方が聞いているにもかかわらず、うん、それを見かんと聞き取れというのはちょっと難しい。うん、みかんと言えってるだけだから、みんな、あ、みかんって言うんだなというつもりで聞いてるのに、みかんとは聞こえなかったでしょう。うん、ということはね、えー、この首であろうものというのが発した音声では多分ないですよね。うんうん 推理を重ねていいくとというとうころですから音源が別にあったと思うのがまず自然だったりするというのとそんな状況にもかかわらず声がちゃんと出せたのだからこの世にならざるものなのですかねというふうに結びつきやすい状況でもあったりしますでねいっつもあのリスナーの言ってることにあののあのお,お便りにいちゃもんつけたいわけではないですけども気をつけ 突っ込み入れて申し訳なかったりするんですが、えー、普通の人間例えば僕が松山勘十郎の口の中に指を突っ込んで「はい、うわえ指つばでべとベトや」と思った時、はい、これは関西人だからと言いたいわけではないんですけど「えー、くんくんがありません?」「ああ!」「うわ臭っみたいな「いや臭いけど臭い臭い臭いすいませんお化けの人ごめんなさい」うん「くさいかどうかわかりませんけども <laughs> <Okay. S 1> それほどはっきりネバネバしたものがあったら」 やっぱりね、ほんまかこれ、だって袋、布団めくり上がってたときにはいないわけですから、はい、でも、板という手の感触、髪の毛の感触と肌の感触と、舌が舐められた感触と、うん、唾を触ったという、まとわりついたという感触があって、うん、洗いに行こうかという形で、部屋を飛び出して、こ,れこの方、2階ですから、えー、布団を飛び出して階段に降りていって、蛇口のところにまで、ひねり。 蛇口をひねるところまで行って、なおかつ、匂いに一切接しないということがあり得るのだろうか。いやくんくんはあると思うけどなしなくても、何か匂うのではないかだとか、本当液、液状のものがべっとりついてるのはわかるけど、あ、うん、<laughs> お前んや、つばやっていうように、観察するものが欠落していたのかどうかというのがとても気になったりするけれど、匂、うん、ったからどうだと言われると、ちょっと困る。 匂わなかったらどうだって言われても困るんだけども、ただ、ツバのようなものだということと、ツバとは違うでしょう。そうですね。やっぱり、あの、独特のああいう匂いってありますよね。ネタ的に言うと、ツが出ていってツバがついているというのがすごく面白かったりするんですけどね。すいません。余計な割れ取りました。ごめんなさい。いえいえ。ただ、あの、石鹸で何度も何度も洗ったんだから、僕は匂いがあったと思うんですよ。あの、ツバが取れることというのは、石鹸を洗い流すことで、 すするるるとある程度は思えるんです、うん、匂いを嗅いだ印象があるからこそ、何度も何度も笑ったのではないかなと僕は思うのですよ。<ー>汚れたというのではなくて、うん、匂いが残っていると、唾が笑い落とした気がしないからです。従って、その匂いの,あの状態によって、 まあ、例えば女性的だったり、おっさん的だったりする性別的なものというのがはっきりわかるのではないかなと思ったりするから、結構馬鹿にできない重要なポイントだと、個人的に思います。そこどうだったかなもしこれ聞いてたら、また、ねうん。でね、これ実に階段としてよくできていて、<う>階段が登っていくというシーンがあるのと同時に、入ってきたという音声。うんうん があって、しかも観察眼がちゃんと働いていて、玄関開いてないのにというのが分かった上で、終わったように部屋見渡したら、閉まってるはずのクローゼットが開いてるというところまで見てできているというところだったりするので、まるでね、階段から登ってきて倒れ込んだ誰か1というのと、クローゼットを開けて中をの、あの部屋の中を覗いて、みかんと言って、クローゼットの中から誰かが言って、 囁いたのかもわからないという可能性があるというものがもう一つかぶさってるに。なるほど。うん。うん、あの、クローゼットから出てくるというものがあるんだったら、階段の必要性はないので。そうですね。うん、うん。クローゼットが空いてるのが怖い。従ってどうかすると、階段から上がってきて、一通りの事件があった後、うん、クローゼットを開けて帰っていったかのようにも取れなくもないでしょ。うん。うん。うん、うん。非常に、あの、要するにその、あのー、断定、 できるエレメントがいっぱいあることによって断定できないようになっているというところが非常に面白いですね。これは優秀な階段です。優秀優秀久々に優秀いただきました。はい。詳しく聞いて来年のつくも階段に採用したいと思う点があったりするというなのでぜひちょっと追記でもし。でそっそっまでには奥様ともねちょっとあのちゃんと仲直りしていただいて。知てるでしょうもう。 何よりね、3時間前にあって、うん、3時間かけてこれ書いたのかどうかわからないです。まあ、世間とかいろいろやってますけど、うん、これ書いて、あのー、ラジカンに送った後、一、うん、人では怖いから奥さんを迎えに、謝りに行って実家に行って、なおかつ止めてもらったというところに、とてもいいリアリティを感じますよ、うん、ね。ね 今日は、<れ>うん、いいのいただきましたね。いただきましたね。はい。本当に。では、サクッと告知いきましょうか。うん、はい。はい。私から言っていいですかはいえ。近づいてまいりました。8月27日、8月28日。舞台、未来へ紡ぐ、今をありがとうね。大阪公演の挿入歌担当しておりまして、私も舞台もちょっと出演いたします。はい、えー、私の他のライブとか、えー、情報は、日月陽子、つに点々ですよ。日月陽子でひれがなで検索してください。いろいろ出てきます。 はいでえー、8月7日、もう言うてる間に来ますね、拙者、うんえー、が主催する大衆プロレス松山座、えー、真夏の公演、火料瓶が、夏をそじく俊敏な我であれ。 8月7日15時から育野区民センターにて開演いたします。出演者や料金等々の詳しい詳細は松山勘十郎で検索しますと、ブログ等いろいろヒットしますんで、ぜひ見ていただきたいと思います。お待ちしております。お待ちしております。ます私は7月31日から9月まで戦いますけれども、えー スカパーのテレビ番組の、えー、V パラダイス八局マージャン2というマージャン番組に第1回目の戦いに私テレビに登場しますのでぜひともご覧いただければ9月まで熱戦を繰り広げて果たして優勝はできるか木原くんという戦いを展開します